よし、剛腕逮捕ペナントやっていきます。金がねえでファンはだいぶ増えてる。10万人大台突破、だが金がなかったんで留学することができませんでしたと。君は2軍です。でまあ中継ぎで鶴田、住友、福川あたりを先発に置きますか。先発4人でとりあえず4試合、関川回復して5試合投げれるか。この5試合で序盤で勝っときたいんだ。できたら貯金を作りたい序盤で。関本の試合は全部勝ちたいんだよな。ここで疲労はなくなってきましたが、中継ぎ陣の疲労はぼちぼちまだまだやれると。2試合ぐらい勝って、惜しかった。いやー 10-0 でもいいんだよ。もうボロ負けする日はもう野手とか投げさせてほしい。どうせ負ける日は勝てる日に全力で勝ちに行こう。田坂がまだいける。先発福川するか。あと何試合、あと2試合やれば休めると。もう中継ぎ総動員でやるしかねえ。あと2試合で1試合休めるから、ここ福川に投げてもらって、できれば長いイニング投げてほしい。よし勝った、快勝か。あー延長12回までいってる。あー田坂が4イニング投げてる。まあ田坂が1人やっぱり元気だったからね。4イニング投げさせられた田坂くん。あと1試合で休養日なんだよな。この1試合なんとか耐えたい。よし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 。関本どれぐらい投げてくれた。いやー優秀優秀、6回投げてくれた、ありがたい。2試合連続ホームランの得点だけで勝利。ホームラン打ちゃいいわけ。タイムリーとかいらなきゃ。ランナー貯めてコツンコツンコツンなんていらないよ。そんな中日の打線みたいな。ホームランドーンで、はい1点、はい2点、そういうのでいいわけ。これで中継ぎも復活したピッチャーも惨敗。あー7点取られたらな。新村、よし勝った。おで結構勝ててるね今年。しかも接戦で勝った。ホームランだけ、もう勝つときはホームランを打つだけ。基本うちホームラン以外で点、全員ホームラン狙いだからね。そういう風に言ってるから、お前らヒットは狙わなくていい、全員ホームランを狙えて、そういう指示をしてます。そして勝利と。大丈夫ですか皆さん、スタミナは。なんとか耐えて、ここは関本勝って。関本で勝ちたかった。あと2試合、大体あと2試合のところ足りないんだよな。あと2試合が、あと2試合のところでいつもつまずくと。田坂5イニングぐらい投げてくれ。田坂って回復 B 持ってんだっけ。よし勝った。おー大逆転勝利。あー2イニングか、もうちょいイニング食ってほしかったね。ってことは田坂明日も先発できるんじゃない。今日試合終わったら明日休みだよ。なんとか耐えてほしいが、やべ投げれるやつがいねえ。福川で行くしかね。大丈夫福川。12イニング投げさせられてる、やばい。怪我してないかな。3回1回3分の2、0回3分の1、2回1回3分の1、0回3分の2回。関本大丈夫かな。今日もホームランの得点だけか。よしこれで1日休みだ。
1日休んで、ピッチャーの運用よ。ギリギリの中常に運用していくと。惨敗。もう変えた方がいいかな。怪我し、もうそろそろ疲労が溜まって怪我しちゃうんだよな。あー、これやった誰。あー、4日、よかった4日、4日ならいい。脇歯なら大丈夫。あの、肩とか肘とかじゃなければ大丈夫だから。ちょっともう変えよう。もうちょっとね、長いこと持ってほしいんだけど、ピッチャー足りないんだよ、まだ。もう今年のスカウトにかかってますよ、その辺は。で、10日間飛ばしてっていうのを繰り返していこうと思います。それじゃあシーズン終了までいきましょう。シーズン終了まで来ましたが、秘宝です、ここで。ここでうちの大事な戦力が一人お亡くなりになりました。加賀谷。肘の靭帯断裂、全治470日。約1年半ぐらい。はぁ、加賀谷は頑張ってたんだよ。加賀谷どこ？初年度から入ってくれた。入った時153キロ。もう衰えて今132キロしか投げれません。そして関本200イニング取って投げて 2.96。めちゃめちゃ強いピッチャー。200イニング投げるのはすごいね。普通に。9勝14敗。1ホールドポイント。中継ぎで1回登板してます。あとこの332だな。しかもここでね、46イニング減るんだよ。それが辛いね。赤羽は頑張ってる。赤羽はようやったのな、2.77。3勝7敗、18ホールド、5セーブ。先発中継ぎに、先発も5登板してます。今福もいいね。今福も3回先発してるから。みんな先発してるんだからね、うちのチーム。全員。選手全員、先発。で、打っては馬場が2割8分7厘26本49打点。打点がちょっと少ない。まあ2番だからしょうがないか。でもいい成績ですね。そして石本が2割2分5厘。うーん、もう打ってないんだよな。で、藤井を。金沢がめちゃくちゃ落ちたんだよ。1割0分8厘7本。で、堀野がちょっと休みつつ使ったんで、2割7分2厘12本と。この辺だから持つと頑張ってほしいの、本当に。1割3分3厘、1割1分4厘、1割5分8厘、1割6分4厘。いつになったら勝てるんだ、うちのチームは。野手でもスーパースターが入ってきてほしいんだよな。こいつだっていう選手がいないからな、今んとこ。この悪くないんだけどね、チャンス VR し。もうちょっと打ってほしい。今日全体的にパワー系なんで、ババアとか完全に育てた、俺が、わしが育てた系じゃん。だって元の能力が高くないんだから。ババアでもここまでやれるんだから、全員やれるんだって。ババアなんて最初1割、1割ぐらいだったよ。ババアと石本。ゴールデングラバーなし。タイトルもなしと。13年経ちました。いやー。ポスティングにしよう。関本のポスティング。関本のポスティング。ババの FA 宣言。ここに来て。うわー、キャリアハイのを残したババがここで FA 宣言と。いうことで、ババ。さようなら、ババ。小屋の年俸が上がってきたなぁ。あー、パワーヒッター降格。イブシギン選球が。パワー飛行格で行こう。浅村で行こう。浅村打撃コーチ。金がないね。こいつらクビにします。金をかき集めないといけねえ。でも田坂もいいピッチャーなんだよな。藤尾もいい選手なんだよ。だからうちは金が足りねえ。2億3200万。2億1000万。2億3000万あったらいっか。ってなったら他に選手、誰か払ってもいい選手いるでしょう。カバーとか払ってもいいよな。2400万。赤羽、
田坂あたりも払ってもいいでしょう。あと払った方がいい選手、藤尾かな、まだ若いし。はい、1億8000万たい。守備さん、俺コーチは留学させてもいいかなと思うけど、まあ金がないけど、まあいいか、いや、やめとこ。留学させるぐらいだったら選手の年俸を上げて流出、あの FA 阻止した方がいいわ。マジでここに来ての FA は辛い。なんとかドラフトで取り返そう。ピッチャー来てくれ、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 ピッチャー、ピッチャー来てくれ、ピッチャー頼む。マジでピッチャー来てくれ。5番。カイドウ多いな。5番。1人は来るよな、最低。ああ、よかった。危ねえ。松沢、獲得というか。いやー、怪物、街道の方がいいね。大砲、剛腕。大砲、剛腕が多いかなと思ったんだけど、意外と大砲、剛腕があまり多くない。大砲は結構いるんだな。野手は結構ね、2人ぐらい取れるようになって、3人目。ピッチャー転向だな。ピッチャー転向させますわ。これ野手取って。野手はそんなにいらないんで。関西の大砲大迫くん。東海の大砲上本くん。新潟の大砲の柿原くん。以上で。でも今年4人取れたね、人は多くなってきた。だんだん安定して人が取れるようになってきたんで、ここでね、獲得したドラフト選手を見ていきましょうか。特能が一番良くないやつをピッチャーにします。関東の剛腕、高卒関東の剛腕いいね。大阪、関西の大砲、怪我しにくさ B ラインドライブ、怪我しにくさ E はピッチャーにも反映されるから悪くないね。大阪、上本、内野安打ちゃんめ、走塁し、外野結構貴重だしね。柿原、新潟の手、ああ、こっくりだ。これ、大阪、あれじゃない、どっち三振ついてるし。大阪ピッチャー、キャッチャーやってたってことは、ピッチャーもできる可能性があるから、大阪ピッチャーに転向しますわ。大阪くんはピッチャーに転向。でも、柿原はファーストやってもらって、上本外野あんまりいないし、外野やってもらって、純粋な外野手ってあんまりいないんでね、山岡がメジャーから帰ってきました。メジャー行ってたんだ。38歳であまり能力落ちてないね。並木出た。スーパータンダマン、並木。84試合しか出てないんだ。84試合しか出てないのに FA 戦、FA というかポスティングでメジャー行っちゃったよ。森くんが外野にコンバートされてるね。DeNA のドラフト1位の。とうとう大谷も引退か。殿堂入り、お前殿堂入りするんだ。あ、1500本打ってんだ。13年間、あ、悪くないよね。2割並ぶ2厘、通算打率見ても悪くない。ちょっとホームランがアヘタン気味だけど、2年目が2割8分、2割7分、2割5分、2割3分、2割8分、2割9分、3割、2割8分、2割8分、3割、2割4分、2割何分で引退と。なかなか地味に悪くない成績を残してたな。むしろひらがな軍団だけで優勝できるんじゃないかという。まあ、ピッチャーが足りねえか。野手はひらがな軍団だけで、ピッチャーだけ補強して、勝つっていうのもあるじゃない？
それもなんかなかなか面白そうな縛りとなっておりますね。留学はできません。金がないんで。断られました。お金がないんで留学はするなと言われました。松沢変化球、スタミナ。玉持ち。で、大阪ピッチャー転向。パワーヒッター、まあ、ショートだからある程度の守備力はいると。内野安打ちゃんめも正直微妙だよな。うん、まあでも残していっか。それだとかピッチャー転向させる。あ、でも32歳だしね、もうさすがに無理か。広角打法誰に覚えさそう。ニークラ27歳。石本プルヒッター持ってるからな。プルヒプルヒ、ある程度パワーがあるやつ。でもこいつミートを上げたいんだよな、平井は。ソエダビッカセカンドと外野守れる。それでとりあえず外野のサーポジやって、それができるようになったら広角打法覚えてもらおうか。キャンプ終わりから広角打法覚えてもらいます。大迫がピッチャー、キャッチャー F、 中継ぎ適正丸。変化球投げれないからまず変化球から投げてもらわないといけないんですよ君には。大迫は正直ピッチャー専念でいいわ。変化球覚えれない。まさかの変化球を覚えれないと彼は。じゃあコントロールかな。あ、そうか、1軍にいるからか。今は1軍にいるんだ。チェンジアップ、ストレートとチェンジアップの組み合わせで、ストレート125キロ、チェンジアップ100キロとかになりそうだけど。芥川、柿原、 大原。外野が弱いよな。セカンドやらして、外野 DH で誰を使うか。大原使おうか。1番レフト添田、チャンスええか。1番、センター藤尾、2番レフト添田、1番センター、1番レフト、1番ライト藤尾、2番センター添田、3番サード石本、4番ファースト堀の、5番キャッチャー金沢、6番 DH 大原、石本サード転向したけどサードあんま上手くないのか。じゃあこれでいこう。6番ショート平井、7番レフト新倉、9番キャッチャー関堂、石堂、このオーダーでいきたいと思います。もちろんオープン戦は先発1人よ。全部関本で1試合でも多く勝つ。さあ、そしてあいつどこ行ったんだろう。 C ランクだったから、ババが C ランクだったから保証もらえてないんだが、ババはどこに行ったんだ。一応正捕手やってるよな、さすがに。あ、ババオリックス行ったんだ。しょうがねえ、オリックスなら。レギュラーやってるよな、さすがに。あ、よかったや。クソ強くない？対左 B キャッチャー A、 プルヒッターバント丸。レギュラーキャッチャーとして、ババね、閉殺扇風機は持ってますが、ミート B、パー B、 ほぼ A だし。胸が外野に、
回。ああすごいクルタの育ち方。クレバヤシはいないのか。ゲン、すごい。ミートが全く成長してない。高卒1年目から全くミートが成長してない。バットには全然当たらない。だがパワーはあると。いいよ、引き分けならファン増える。190人増加。ファンを減らさないことが大切。それによってお金が入ってくるんで。オープン戦3連勝を狙って、3連勝が3戦目を勝利狙って無理でした。残念。ということで、まあ開幕するんで今日はここで終わりましょうか。バイバイ、さよなら。